DAZN。 まずはホームチーム大宮アルディージャです。ゴールキーパー笠原、後ろは3バック村上、市原、村上、中盤に茂木、アルトゥール・シルバー、小島、泉、前線杉本、石川、オリオラ・サンデーと入っています。アウェイチーム福島ユナイテッドの今日のメンバーです。ゴールキーパー吉丸です。後ろは4枚、松永根、野津江、大森、鈴、中盤に加藤、城城、大関、3トップ、今季10ゴールの塩浜、そして樋口、森と入っています。それではここで大宮アルディージャの昇格条件を確認しておきます。もう至ってシンプルです。とにかく今日勝ち点を取れば昇格が決まります。引き分けでも OK ですけれども、もちろん狙うは3ポイントです。オリオラサンデーがゴールに近い位置、村上も近いところにいます。杉本もしっかり中央、低いボール、ヘディング、ここも吉丸がよく触りました。小島からピンポイントのキック、ショートコーナーです。茂木、そして小島、ワンツー、茂木が来る、フィニッシュ、なんとかゴール前でしのぎました。福島、一瞬のところにボール落としてくる、村上のヘディング、押し込む、村上で先制。昇格を手繰り寄せる一発、アルディーシャが一歩リードです。村上が頭で折り返して、で左ポスト目の前、そこでフリーになっていました村上。村上から村上です。さあ32分、村上のゴールで先制大宮です。スルーパス、松永の折り返す、すぐさま同点、森光太です。1対1、たちの番だと言わんばかりに森光太の一発。ここ見事なスルーパス、大関から通って松永での折り返し、うまくゴール前入ってきました森光太、完璧な崩しです。蹴らせて後ろで取れればというところでしたが、福島のカウンターを招く。さあ塩浜、塩浜カットインからシュートだー、ここも笠原、神セーブです。スルスル入っていく、ドリブルも持っている小島です。茂木のクロス、こぼれている、泉のシュートだー、あとはコースを射抜くだけ、丁寧に右足で面を作ってコースに蹴り込んできました。シュートの威力が勝りました。吉丸の手を弾きました。加藤です。ここは読んでいました小島。さあ杉本を使う、スプリント泉、そこを使った、泉が来る、泉打って、ここまで押し込む、キャプテンは泥臭く点を取る、3対1。
J2 昇格へまた大きな一歩、あそこにキャプテンが詰めてくるんです。リードを2点に広げました。カウンターから取ってきました。リフレクションあったシュート、まあ、吉丸もよく触ったんですけれども、そのこぼれをファーポスト、ここに石川が入ってくるんです。中に入りました。さあ森スルーパス、井口が来る、井口打つ、決定機、ただここで取るモテキ、流し入れた、オリオラサンデー、オリオラサンデー、強烈なシュート、長澤監督も拍手を送っています。さあカキープ、お左サイドを取りに行く、クロス上がった、森コントロール、押し込みに行く、矢島のシュートはクロスバー、大森が上がってスルーパス、森が前を抜く、折り返してくる、沢上、3対2、また1点差、まあ、このターンが見事、森コーター、今日はこれで1ゴール1アシストということになるでしょうか。さあここで目安の6分台に入りました。試合終了のホイッスル、3対2大宮勝利、1年での J2 復帰です。 J3 を席巻しました。圧巻の強さでした。大宮アルディージャが新たに翼を授かって J2 の舞台に舞い戻ります。今日勝った大宮ですけれども、次の2位今治戦、これも引き分け以上でという条件で優勝が決まります。次の今治戦、勝つか引き分けるかして優勝です。ダゾーン